こんにちは。ついに車を買い替えました。本当は喋りながら運転してるんですけど、ロードノイズを拾って声が聞こえづらかったので、後から撮り直してアテレコ風にしてます。前回の動画で次の車に対する予測やアドバイスをたくさんいただきました。私なんかの車の買い替えに関心を持っていただいて本当にありがとうございます。さて、この車、車種は何だと思いますか？結構当たってる方もいらっしゃったんですが、正解はデリカ D5 でした。なぜデリカにしたかというと、走破性ですね。今まで肉だから行けなかった場所や、ステップワゴンだから諦めた場所が結構あったんです。次は車で行く場所を諦めたくなかったから、走破性が高くて荷物がたくさん積めるデリカ D5 にしようと決めていました。年式はかなり古いですし、走行距離も結構走ってるってこともあって、かなりお手頃な値段で購入することができました。でも車は全然調子いいので、最低でもあと10万キロ以上は走りたいなと思っています。そして安く上げた分、念願のエアコンを設置できたらと思っています。デリカ D5 を車中泊仕様に DIY するにあたって、シートが邪魔だったんですよね。いろいろ調べてみると、昔は簡単に構造変更ができてたみたいなんですが、年々厳しくなって、今一から構造変更するのはかなり難しいということが分かったので、初めから構造変更してある車を探しました。なかなか見つからないだろうなぁと思ってたら、すぐにこの車が見つかったので、すぐ購入を決めました。すっごくラッキーでした。実は購入はもう2ヶ月ぐらい前になるんですけど、前のオーナーさんが車中泊仕様にして乗ってたみたいなんですね。その名残を全部取り外せたので、やっと動画に上げることができるようになったというわけです。ただ外観もちょっといじってある車で、映すと前のオーナーさんが分かっちゃいそうなので、外はまだ映せません。というか今のところそこら辺は触らないつもりでいるんですよね。というのも結構お金をかけていろいろしてあるものなので、もったいないなと思いまして、なので当面車内だけの映像になると思いますが、ご了承ください。これからステップワゴンにつけてたサブバッテリーや FF ヒーターなんかをデリカに移設するわけですが、そのあたりは私にはできないので、車中泊仲間でいつもお世話になっている車屋さんの育成モーターズさんにお願いしています。その移設が終わったらベッドなんかを作る予定なので、この車で車中泊をするのはもう少し先になりますが、そのあたりも紹介できればいいなと思っています。また DIY するにあたっていろいろ実験したいこともあって、きっと参考になると思うのでご期待ください。麦ですが、今までも友人の車やいろんな車に乗せてきましたが、車が変わったからといって落ち着かないとか、そういったことは一切ないですね。どんな車でも車に乗るのは好きみたいだし、いつだってどんな車でもすぐにくつろいでくれてるので心配はしてませんでしたが、やっぱり初めて乗った日からこんな感じでくつろいでくれてます。ステップワゴンで8年間麦と車中泊をしてきて思ったのは、やっぱりあの形が私たちにとっては一番ベストな形かなっていうことですね。なので似たような形でさらにより収納がしやすく、荷物が出しやすいような形になるかなと思っています。で、この日はとっても天気が良かったので、ドライブがてらお出かけしたんですが、車内にまだ何にも積んでない状態で車のあるチェックをしてみたいなと思って、とある場所に向かってるところです。その様子は次回動画に上げたいと思いますので、お楽しみに。ということで、デリカ D5 に買い替えたというご報告動画でした。